やってきました海鮮亭一揆。こちらはね、静岡県周智郡森町飯田にあります。大人気のお食事どころ、本当に人気だからね。まだ準備中、ただいまの時刻10時半でございます。11時オープンなんでね、まだやってません。オープンと同時にね、すぐ満席になっちゃうからね、すごい人気のお店だよ。だからね、早めに来たらね、この順番待ちのね、紙がありますんでね、こちらにひらがなで記入をして待てれます。隣にはね、鮮魚を売ってるね、お魚屋さんが併設してあります。やっぱり海鮮亭一揆さんはすごいな。オープン5分前でこの行列、もう20人ぐらい並んでます。すごいすごい、やっぱり大人気だ。はい、店内入ってきました。すごい広いね、店内。今日はね、こちらの奥のお座敷のお部屋にお邪魔します。ほらほら、すごいでしょ、すごい広々した店内ね。お邪魔します。お、メニュー、おすすめメニュー出てます。お前崎漁港水揚げ、おすすめ生しらす丼定食1400円だって。サラダ、刺身、茶碗蒸し、味噌汁、漬物付き。へえ、なくなり次第終了だって。お、本日限定メニュー、お前崎カツオ刺身定食もあるね、1540円。注文はね、タッチパネルね。やっていきますか。はい、一人です。注文を始める。さあ、何にしよう。本日の定食数量限定だって。日帰りランチもあるんだね。いや、マグロ丼もいいな、中トロ。今日ね、刺身食べたいなと思ったんだよな。いや、いろいろあるから悩むな、いきなり。海鮮大量刺身定食2200円、海鮮丼大量盛り定食。へえ、海鮮丼とエビキスフライ定食だって。うわ、これもいいな。マグロ中トロ刺身定食に海鮮丼定食、刺身盛り定食にマグロ丼中トロ定食だって。うわ、うまそう。うわ、これもいいな。生しらす定食ね、お前崎さんの。あ、お前崎さん生しらす単品もあるんだ、単品頼も。マアジのたたき丼定食にイクラ丼定食、お前崎さん生カツオ刺身定食に海鮮山かけ丼にマグロ赤身刺身定食か。三色丼定食、サーモン丼定食にしらす干し丼、マグロ丼定食にマグロ尽くし丼定食。うわ、うまそう。カニ身丼定食なんかもあるんだ。あ、準備中か。あとはネギトロ丼定食ね。へえ、海鮮うなぎちらし丼定食なんてあるんだ。海鮮エビちらし丼定食ね。あとは天ぷらもあります。ジャンボエビアナゴ丼定食、ジャンボエビ天丼定食にジャンボアナゴ天丼定食か。天丼定食に天ぷら定食ね。おお、やばいやばい、腹減ってきた。マアジフライ定食にジャンボエビフライ定食もあるんだ。ミックスフライ定食もあるね。メヒカリの唐揚げ定食だって。あとは、あ、寿司もあるんだ。寿司も食べたいな。寿司握り定食1650円にマグロ尽くし寿司定食ね。金目鯛煮定食、黒むつ煮定食だって。赤カレー煮付け定食、カサゴ煮定食もあります。あとは飲み物か。悩むな。まあ、とりあえず生しらすは単品で頼むでしょ、800円。あとね、ミックスフライ定食は前頼んだからな、いつも同じだとな。ちょっと違うの食べてみようか。よし、本日の定食日替わりランチっていうのを頼んでみよう。ご飯は並盛りね。よし、もう一個頼もう。何しようかな。やっぱミックスフライか。ミックスフライいろいろついてるからな、これおすすめなんだよな。本当にボリュームもあって刺身もついてさ、美味しいんだよね。よし、これも頼むか。ご飯普通盛りで。ほら、今日のランチはね、生しらす880円、本日のランチ1100円とミックスフライ定食1600円、合計3630円。はい、注文。店員さんビビっちゃうかな、一人でこんなに食べるんですかって。注文したらすぐにね、オーダー伝票が来た。それでね、店員さんがびっくりしてね、確認に来た。大丈夫ですかって。
やっぱびっくりするよね。でも全然大丈夫です。このぐらいならねいけると思います。でもさ、これだけ食べてさ3630円ってさ、まあ値段だけ見ると高く感じるけど、かっぱ寿司とかさ、スシロー行ってもさ、ね、好きなもんさ適当に食べてるとさ5000オーバーしちゃうからさ、それを考えるとさ全然高いって思わないんだよね。好きなもんこんだけ頼んで3630円ならそこまで高くはないんじゃないかなって思います。来たよ来たよ、これミックスフライ定食。おすごいな、エビフライ3本にアジフライかな、キスフライかな、茶碗蒸しもついてます。うわ、刺身もたっぷりいけるじゃん、これ。味噌汁にご飯ね、まだあります。じゃーん、来たよ来たよ、これ本日の日替わりランチ、ブリカマ、めっちゃうまそう。サラダに漬物。うわ、こっちにも油がたっぷりのった刺身、これすげえな。あとは味噌汁とご飯ね。さあ、まだあります。ほらほら、来たよ来たよ、これお前崎さん、生しらすでございます。すごいね、大量。うわー、うまそう。それでは日替わりランチから食べていきます。いただきます。サラダから食べる。キンキンに冷えてて、ね、シャキシャキのキャベツだった。さあ、味噌汁を飲みます。うん、うまい。ご飯はね、小盛り、中盛り、大盛りとね選べますけど、ご飯おかわりできるんでね、普通盛りにしました。豆、ほら、うわ、うまそう。これブリカマね、いただきます。うま、これ甘めでね、優しい味付け。ブリカマね、身がぎっしり入ってる。柔らかくてうまい。味付けも最高に。煮魚もね、たまにはいいね。うん、骨がね、すごく少なめでね、めっちゃ食べやすい。これ皮まで食べれるパターンかな。バクッといきます。はい、漬物食べます。さあ、お刺身に醤油、どっかジェイヨ。いや、この刺身本当にうまそう。これあれか、カツオか。うん、おお、カツオだ。カツオの脂のったとこめっちゃうまい。いや、このカツオもっちもち、マジでうまい。新鮮なカツオラスト。あ、うまかった、マジでうまかった。これはやばい、1100円とは思えないすごいボリュームだったね。はい、続きましてこちらね、ミックスフライと生しらすね。さあ、第2弾いただきます。中濃デリシャスソースね、これもぶっかけか。だけ全部ぶっかけちゃうか。さあ、フライ食べます。やばい、何の魚のフライかわからない。でも美味しい魚のフライ。はい、エビフライ。うん、おプリプリのエビフライだね。ポテトサラダついてます。トマト。このエビフライ結構でかい。大きめのね、エビフライ3本はね、結構食べ応えがあって、なかなかお腹にたまります。キスフライかな。うん、あ、
かい肉厚のフィスーライ、タルタルソースついてた、使ってない、野菜たっぷり食べます。イキウイ、あーやばい、ここで究極に腹いっぱいになった。ピンチピンチピンチです。このカツオがさ、結構でかぎりでさ4切れ入ってるからね、これも結構すごいよ。さあしらす食べるか。ぶっかけしらすはどうしようかな。やっぱね、丼ぶりに入れて、ネギも入れて、生姜も入れて、玉ねぎも入れて、わかめも入れて、スマも入れちゃえ。できたよ、シラスのガッと食べますか。あーやばい、すごいボリューム。さあ、カツオも醤油ぶっかけ。このカツオマジでうまいかな。うん、うまい。付け合わせ的なやつもね、たっぷり入ってるからね、もうすごくお腹たまる。値段を見るとね、まあ、2000円ぐらいする商品も多かったりするんで、パッと見ね、ちょっと高く感じるかもしれないけど、まあでも料理の内容を見てね、食べてるとね、全然高く感じない、むしろね、安く感じる。あ、生しらす完食、うまかった。カツオ食べます。このカツオ本当に新鮮なんだろうなって分かる、色がめっちゃいい。妻と一緒にカツオ、じゃあ無償最後きついぐらいだけどね、やります。最後生き抜いて、はい、完食。ごちそうさまでした。いや、すごかったな、本当に。もうなんかパンパン、本当に外そう、やばい。今日は限界まで食べたな、すごかった。やっぱね、海鮮定期さんすごいよ。まあ、当然ね、店舗側は満席なんですけど、こっちのね、お座敷の方もね、満席でございます。結局ね、オープン前ね、入る前に数えたらね、25人並んでました。すごいね、オープン前に25人ってなかなかすごいでしょ。もう大変美味しくいただいて大満足でございます。ということでね、本日は静岡県周知郡森町にありますね、海鮮亭一輝さんからでした。バイバイ。